はい、こんにちは、ポテリンコです。今日は鹿児島県曽於市大隅町にあるドライブインひとみさんにお邪魔しています。日替わりのね、ランチが500円で食べれるということで、とっても楽しみです。おすすめのチキン南蛮も一緒に食べたいと思います。でね、ちゃんぽん、今日は娘も一緒なので、ハンバーグランチもね、食べたいと思います。お店おすすめのね、メニューを食べていきたいと思います。楽しみです。とっても楽しみ。いただきます。はい、はい、娘はね、しっかりハンバーグを食べていきます。ポテリンコも食べます。チキン南蛮です。とってもね、美味しそうです。ミニうどんもついとって、めちゃめちゃお得です。いただきます。わー、美味しそう。はい、日替わりね、ランチの方も到着しました。お弁当みたいですごく嬉しい、楽しい。お味噌汁、あー美味しそう。お味噌汁美味しそう。うわー美味しそう。はい、こちらが日替わりのランチになります。今日はね、ハンバーグでした。もうね、ハンバーグもふわふわ、もう見てわかる美味しさです。お弁当感覚、嬉しいです。続いてちゃんぽんもね、到着しました。ちゃんぽんもね、ちょっととろみがついてます。めちゃくちゃね、美味しそうです。もう激アツやと思う。どうしよう、すごいな。すごくね、豪華なラインナップになりました。いただきます。どれから食べようかな。まだね、ちゃんぽんもね、すごく気になるけど、熱いけんうどんから食べます。お出汁飲もう。あー美味しい。もうね、もうミニうどんやけん、すごく嬉しい。もうなんか手打ち感があるうどん。うん、ソフト麺。おいしい。ちょっとご飯の上にのっけたけど、チキン南蛮おいしそうです。うん、おいしい。甘酢はね、あっさりな甘酢、オーロラタルタルソースがね、すごく濃厚でね、おいしいです。おいしいね。衣もね、カリッカリなところとね、甘酢でね、しっとりなっとるところと、とってもね、美味しいです。うん、きゅうり、うん、おいしい。パクパクいける。
ちょっと激アツやろうなと思う、ちゃんぽんを。うわー、もう具がね、たっぷり、具がたっぷり、スープがね、すっごいいい香りがすっごいしとるんよ。飲んでみたい、熱いやろな。すごくね、美味しい、美味しいけどちょっと待って、すごく熱くてね。豚骨のちゃんぽんかな、豚骨に魚介の入ったちゃんぽん、中華の味もするし、豚骨の味もするし、魚介の味もするしでね、すごく旨味の詰まったスープです。麺もね、ちゃんぽん麺、おいしい、スープがやめられん、おいしい。ちょっともうちょっと熱いけん、もうちょっとあとにしよう。すごくね、チキンもしっとりしとって美味しいです。ありがとうございます。ジュースいただきました。ありがとうございます。めちゃくちゃ美味しい、美味しいよな、美味しい。ハンバーグのジュース、サラダもね、たっぷり。はい、どうも。シャキシャキでね、キャベツも甘い、おいしい。でも美味しい。美味しかった。お漬物も食べとこう、お弁当の日替わりの方と食べます。ちゃんぽんと日替わりのランチを食べます。ちゃんぽんがね、熱いんです。まだね、すごく熱そう。おいしい、あったまる。やっぱりメインから食べたい。ハンバーグもね、すごく美味しそうです。ハンバーグがすっごい柔らかくてね、ジューシーでふわふわ、美味しい。でデミグラスソースでいいのかな、すごく美味しい、ソースがめっちゃ美味しい。大好きな昆布もいっぱい、このハンバーグ一度食べたら絶対虜になると思います。あー、おいしい。
揚げ出し豆腐だ。あ、こうやって食べるんやね。うん、ハンバーグのね、ソースが美味しい。ん？入れた？うん。このソースつけよう。お醤油もついとるけど、ハンバーグのソースが美味しいじゃん。おいしい。揚げ出し豆腐もすごくね、優しい味付け。おいしい。美味しかった。美味しい。ごちそうさまでした。じゃあ最後ジュースをいただいて。あー美味しい、オレンジジュース。懐かしい。ごちそうさまでした。とっても大満足のメニューでした。美味しかったです。もうね、日替わりのランチにしても、チキン南蛮にしても、ちゃんぽんにしても最高に美味しかったです。娘もね、ペロッとハンバーグランチ完食しました。楽しく見てもらえたらグッドボタンとご一緒にチャンネル登録の方よろしくお願いします。Twitter、Instagram、TikTok やってます。ぜひぜひ覗いてみてください。今日もお腹いっぱい幸せでした。パテディンコでした。バイバイ。